はい、タルのファイナルファンタジー9ショ、あの実況プレイパート15ですね。こんなに15、もう15か。でも結構長いけど、めちゃめちゃ楽しいわ。すまない。歌が聞こえる。歌が？この下から歌がいるのか。あ、歌が聞こえる。チタン、気にせず歌ってくれよ。ダガーと俺だけの歌なんだからさ。それにしてもよくこんな場所見つけたもんだ。ダガー、盗賊の素質あるぜ。俺と一緒にチーム組まないか。名付けて夫婦団。素質はともかくその名前はどうかと思うわ。なんというか最近のダガーはいい感じだよな。だとしたらジタンのおかげね。そうじゃないさ、ダガーがなろうとしたからだよ。ううん、ジタンが一緒にいてくれたからだわ。私一人じゃ外側の大陸どころかリンドブルムにも行けなかったと思う。私のしたことって全部空回りしてた。お母様を止められなかった。くじけそうな時もあった。でもジタンがいてくれたから。うん、ジタンだけじゃない。そうだな、イーファじゃビビもエイコも大陸を出るときはクイナも、フライヤー、スタイナーのおっさん、敵だったはずのベアトリクス、忘れてないわ。みんな無事だって信じてる。でも時々不安になるの。私、助けてくれたみんなの期待にちゃんと応えられてるかな。そんなに重く考えなくていいと思うけど。だってみんなダガーに責任感じてほしいなんて思ってない。ダガーのためじゃない。みんな自分で道を選んでやったのことさ。自分で？ジタンは？ん？どうして一緒に来てくれたの？そいつはイプセンの言ったセリフだ。イプセン、イプセンってのは本当にいた冒険家でさ、その冒険の話を元に書いた芝居だったと思うんだけど、こんな話なんだ。イプセンとコリンという二人の友人がいた。二人はトレノの館で働いていた。ある日イプセンの元に手紙が届くけれど、その手紙は雨に濡れたか何かでほとんど読めなかった。かろうじて読めたのは家に戻れということ。今でこそ飛空艇があるから移動は楽だけど、そんなのなかった頃の話さ。なぜだかわからないままイプセンは暇をもらい、旅の支度をして旅立った。川を越え、山を越え、霧を越える旅。モンスターに襲われることがあってもコリンと二人ならなんとかなった。こうして幾日か過ぎたある日、ふとイプセンが気づいてコリンに聞いたんだ。お前どうして来たんだ？コリンはなんて答えたの？お前が行くって言ったからさ。くぅ、いいシーンだ。くぅ、なんだよ、ジタンかっこつけてるな。ジタン、私、歌が？ねえ、歌が聞こえない？ん？これはあの歌じゃないか。どうして？誰が歌ってるの？夕日を受けた召喚壁が燃えるように見える。私、この景色をどこかで見た覚えが。そんなことが。Thank you.
最初のシーンですね、これ FF パート1の最初のシーンのあれですね。船に乗ってたダガー、あれはダガーだったんですね。ダガー、ダガーしっかりしろ。ビビは寝てたから起こさなかったわ。話してくれるかい。私、幼い頃の思い出がないの。ただ忘れただけと思って気にしたこともなかった。周りの誰からも何も言われたことがなかったから。アレクサンドリアで育ったのは本当よ。でも6歳からだと思うの。6歳から？じゃあそれまでは、それまで、6歳まではここマダイにされて育ったの。思い出したんだ。何もかも思い出したわけじゃないの。霧がかかっているようなこともあるわ。ただ今から10年ほど前、信じられないくらい大きな竜巻がこの村を襲った。その日までは思い出したの。あの日、私は本当のお母様と一緒に小舟に乗って村を離れたのだと思う。A 子の家の裏に小さな入り江があるでしょ。そこにある小舟と同じ形の小舟だった。その小舟にジダンと二人で乗った時、長官壁から聞こえてきた村の歌がきっかけで昔のことを思い出したの。あの歌はマダインサリの、だから誰も知らない歌だったんだ。どうしてダガーはアレクサンドリアで暮らしてたの？どうして王女様になったの？どうして召喚士一族の角がないの？わからないの。でもトット先生ならご存知かもしれない。嵐の後、海の上を漂っていたその間に私をかばうようにして船で亡くなった本当のお母様のことも教えてくださるかもしれない。母と思っていた人がそうではなく、思い出した本当の母はすでにこの世にいない。ダガーは二人の母親を失ったんだ。召喚壁、ここで毎日祈りを捧げていたわ。ダガーも？エコも？うん、私思い出せてよかった。タガ、おかえりなさい。ただいま。なあに、一人じゃなかったって思ったの？うん、決めた。エコ、ジダンとダガーについていくわ。おじいさんとの約束破ることになるけど、エコはそうしたいの。それにおじいさんが言ってた、いつも素直な気持ちでいなさいって。先のことはわからないけど、ジダン、私この大陸に来た目的を果たしたい。もちろん俺もさ。みんなで行こう。ねえダガ、一緒に祈ってよ。行こう。ええ、んいい話だ。涙出てくるわ。いい話やな、ほんまに。涙出てくるわ。歳かな。私、どうすればいいかまだ迷ってる。でもクジャのことに決着をつけてアレクサンドリアに帰る。その頃にはおじさん、行ってきます。行くことにしたんだ。なーによ、その嫌そうな顔は。別に嫌ってわけじゃ。この顔は前からこうで。モグも行くわよ。モグー、飛んできた。かわいい。パク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 、めっちゃいるやん。エコ城、マダインサリという帰る場所があることを忘れないでください、クポ。ですが決してお揉みにならぬ、お揉みにはなさらぬよう、すべてはエコ城の心赴くままに。
召喚壁の壁が、風がいつもあなたと共にありますように。旅立ちや、栄光も。あ、なんだよ、またやるってのか。勝者は聖者、敗者は死者。お前もこの鉄の掟の中で生きてきたはずだ。だが昨日のお前の行動は全く理解できん。いえ、殺さなかった理由は何だ。理由って言われてもな、死なずに生きてることがそんなに不満なのか。わけのわからん状態で生きるより蹴りがついた方がまだマシだ。じゃあ俺たちと一緒に来いよ。ジタン、どういうつもりだ。行動を共にすりゃ理解できるかもしれないぜ。それにこれから一戦交えなくちゃならないんだ。あんたなら力強い戦力になりそうだ。予想のつかんところは変わらずというところか。ん？なんか言ったか？いいだろう。お前がどれほどのものか見極めてやる。ところで何て呼べばいい？好きに呼べ。弔色の旦那ってランニーに言われてたよな。新しい仲間、これが最後の仲間ですね。サラマンダー26歳、俺より年下。サラマンダーね。弔色のサラマンダー、そういう呼ばれてたこともある。じゃあサラマンダーと呼ばせてもらうぜ。いいキャラやな。人数も増えたしな。先頭に立つメンツを決めよう。ん？やっぱこのメンバーで旦那これでいくか。大丈夫、うまくいくさ。ここは俺に任せてくれ。よし、イーファの木に行こう。イーファの木に向かいましょう。皆さん、多分クジャがいるんじゃないかな。いやー、新しい仲間サラマンダー出てきましたね。最後の仲間。もしかしてここ出てくるんじゃない。あ、出てこないか。さあどうなってくるか。物語はね、今回の回は結構いい回ですね。もう初回からムービーがあったから。まだ残ってるみたいだけど、新たな霧は発生してないな。ってことはクジャもまだ来てないってことか。霧をどうした。ジダンとみんなで霧を作ってたモンスターを倒したのよ。霧の大陸ってところも晴れるんだって。霧を晴らしただと。本当だとしたらこいつらのどこにそんな力が。ジダン、銀色のリーダーは。ああ、間違いない。あの廃墟のブルメシアの雨の中、あいつは銀の竜に乗って飛び去った。クジャだ、竜に乗ってきやがった。ついに今日という日が来た。この僕が望む僕を手に入れるべく、今までの仮面を抜き捨てる日。イーファの気が解放されようが、これからの僕には関係ないこと。もはや取るに足らない小さな出来事。ふふふ、なぜかな。そのイーファーは今日は綺麗に見えるよ。星と共に生きる母なる大地にふさわしい麗しさだ。決めたよ、銀竜。イーファーの根を感激の席としよう。あそこなら脇役の邪魔も入らないだろうからね。先頭に立つメンツは今のままでいいか。変えない。行こう。クジャ倒すぞ。クジャ、この音楽いいね。ドゥンドゥドゥタン。これ以上先に行ったら2機を通り過ごしてしまうな。
どこにいんの？でかっ。クジャはあの幹に折れた。ねえジタン、どうやって登るの？登れないか？エイコは自信ない。僕も無理だと思う。私もちょっと。ここまで来たってのに、どうすっかな。何を迷う。自分一人で行きゃいいじゃないか。俺一人でクジャのとこに行っても意味がないんだよ。なんでこんな甘い奴に敗れたんだ。わわ、キャッ。おいおい、気をつけて歩いてくれよ。危ないじゃない。足手まといを捨てる。生き残るための鉄則だろ。俺たちには俺たちのやり方がある。お前らに考えがあるようには見えねえな。ちょっと、ジタンに負けたくせに文句言わないでよ。ガキは黙ってろ。考えね。そうだ、サラマンダー、確か貸しがあったよな。今ここで返してくれよ。なんだ？ここら辺ガルガングサがあるから、ガルガントがいるはずだ。お前の腕で一匹捕まえてきてくれないか。あれに乗ればみんな一度に登れそうだからな。そんなことに力を使うんだったら、ガキどもを担いで登った方が早いだろうが。ん？なんでこんなやつに。何を？わわ。気が早いな。よし、じゃあ俺はダガーをおんぶしていくよ。え、何？ジタン、ちょっと待って。仲いいね、みんな。力のないものは力あるものによって自由を奪われる。それは強者の論理。そして生き残る者が強者であることは自然の摂理。だから僕には力が必要だった。そして奴らですら恐れる力の存在を知った。そう、10年も昔のことだったね。決して短い時ではなかった。だがその力を手に入れる布陣が整った今、ああ魂の震えを感じるよ。ここまで来たのか。まあいい、あの象女が現れるまでの間、前座の相手をするのも良い余興だ。助かったでサラマンダー。借りは返した。お前らの手並み見させてもらおう。あれがクジャ。準備完了。クジャ、車同士を作った人。ジタンたちにとって悪いやつなら、エイコにとっても悪いやつ。すごい論理。よし、行こう。あなたがクジャですね。私は。ガーネット・テル・アレクサンドロス、あなたに問い立たせたいことがあります。アレクサンドリア女王をたぶらかし、霧の大陸全土に戦争を引き起こした影の存在はこの僕ではないかと問いたいんだね。みんなを、クラマド氏を作って戦争の道具にしたのも。おやおや、お姫様は血気盛んなお人形をお持ちのようだ。僕にそんな力などありやしないよ。ちょっとしたレシピを渡してあげただけさ。魂を寝かした霧という名のスープをことこと煮込むんだ。そして真心を込めて作った黒魔法のボールに入れて温めて。やめて！最後まで聞かないのかい？魂の残りカスからできた魂のない人形の作り方をさ。魂の残りカス、霧のことか。聞きたくないと言ったかと思えば今度は教えろというのかい？やれやれ。でも君たちが知るには早すぎることだよ。あなたは何も感じないの？多くの人々の命を奪って。つまらない言い分だ。生きるために他の生命を奪うなんてこと、多かれ少なかれ誰だってすることだろう。多いといえばガーネット姫、それは君のママだね。全てを手に入れなければ生きた気がしないという限りなく乾いた心を持つ君のママのこと。戦争が僕のせい？いや違う違う、あれは君のママ自身が望んだ行為。僕は背中を軽く押しただけなのさ。嘘よ、お母様は優しい人だった。あなたが惑わかしたのよ。ふふ舞台の幕が上がる時が来たよ。
ちょうどいい、僕の小鳥、君の信じるママの本性を見せてあげよう。第1幕、醜い欲望の終わり、開演だ。すごいな。来たぞ来たぞ、決まったぞ。ガハハ、くじゃめくじゃめ、ついにイーファの木に現れよったな。残すお前だけ、お前さえ倒せば世界は我が手に。グフフ、だがお前の貢献を忘れたわけではないぞ。褒美として最大の力を持って報いよう。全巻に伝達、クロマド紙幣は持てる全ての魔力を使い詠唱に入るのじゃ。詠唱完了までは攻撃で威嚇し、クジャを踊らせるのじゃ。惜しみなく打って打って打ちまくれ。女王陛下の大命である、クロマド紙幣は持てる全ての魔力を使い詠唱に入りなさい。そんな、どうして。君のママは大陸一つじゃ物足りないそうだよ。感動的までに醜く愚かだと思わないかい。だが僕の期待通りの行動だ。どういうことだ。前座は所詮前座、舞台の袖で首をくわえて見てるがいい。行かせはしないぜ。霧の発生は止まったが、洞窟や森などにはまだ残ってるだろ。なんだ。だから魔力でモンスターを作り出すことができるのさ。いでよ霧の魔獣。わあ、うっかねえ。うっかねえ、うっかねえ。敵さんの潰し合いか。だったら放っておいて生き残った方と戦えばいい。だが残るのはクジャだな。はは、ブラメメ、自慢の包帯も艦砲も霧の魔獣の翼には役立つまい。ふっ、いかに愚かなお前でも取るべき道が一つということわかるだろう。鈍感んどんな憎悪なめ、何をためらう。それとも時間がかかってるだけなのか。仕方ないね、この僕も動こう。見晴らしのいいところに立ってこの身をさらしてあげるよ。本気を出せるよう僕の姿を見せつけてあげる。降りろ銀龍。サラマンダーの言うことも一理ある。ここが巻き込まれる前に一旦引こう。ダメよ、このままじゃ、このままじゃお母様が危ないわ。だがジタン、私お母様を助けたいの。どうしたんだ。だがあいつは君から召喚獣を奪って戦争を起こしたんだぜ。それでもあの人に死んでほしくないの。君の安否なんかこれっぽっちも気づかっちゃいないんだ、なかったんだぜ。あんなやつ母親として案じる必要ないって。私にとってあの人が母なの。ジタンに分かってもらえなくたっていい。エコ、あなたこの地に召喚獣が封印されてるって言ったわね。うん、お願いその場所を教えて。随分したよ、根っこがいっぱいあるところ見える。あれがそうなの。あれね、分かったわ。だが一人は。あ、詰まった。すごいことになってる。だが大丈夫。もうお母さんなんだね。でもね、自分を育ててくれたお母さんがねえ、クジャにやられてしまう。すごく人間的なことだね。その気持ちって大事ね。やれやれ、大したお手並みだ。こんな時は誰だって取り乱すの。取り乱していいの。いいね。ねえジタン、行こう。一人じゃダガーも危ないわ。あ、ダガーを。
足早っ。逃げれないこれ。逃げれないか。まあ、あともう一回くらい来るでしょこれ。めんどくせえ。ほら来た、ほら来た。デザインがかっこいいね。でも好きだなこのデザイン。もう来ないでしょ。オッケーオッケーオッケー。召喚獣の魔力を感じる。これでお母さんも私の力になって。あ、くわまるようになった。そんな。この召喚獣ではお母様を助けることができない。だからどうしたの？封印が解けなかったの？うん、手に入れたわ。すごい召喚獣ってことわかるの。けど、なんてこと？封印されていたのは伝説の怪者、リヴァイアさんだったのね。リヴァイアさん？ものすごく大きな津波で敵を滅ぼす召喚獣なの。使ったら船ごと沈めちゃう。ごめんだが、エイコ知らなかったの。エイコのせいじゃないわ。でも、このままじゃお母様が。ああ、やばい。ブラネ様のご準備はまだなの？あのモンスターの群れで弾を使い切ったことは報告したでしょ。今撤退したいしないと次の群れでやられるわ。それは我々が判断するべきことではない。持ち場に戻れ。かわいそうにやられてる。ブラネ様、クレマド紙幣の準備整いましてでございます。あの舐め腐った若造に思い知らせてやる時が来たか。来い、ドラゴニックシードリンク竜王バハムート。来たぞー。おっかない。おっかないぞー。あ、クジャイケメン。クジャイおっかないぞこれ。わわ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 。あ、血流れてる。イケメンや。噂には聞いていたが、召喚魔法の力がこれほどとはな。ジタのやつ、あれを狙ってこの連中とつるんでるのか。だとしたら侮れん。すごいわ。これなら勝てるわ。お母様も死なずに済む。ねえ、エイコ、すごい。どうしたの？モクがなんだか怯えてるの。どうして？エイコも知ってるでしょ？あれは最強の召喚獣。竜王バハムートよ。クジャが勝てるはずないわ。血だ。クク。素晴らしいよバハムート。機動力、破壊力、どれをとっても最強の名にふさわしい。わずかとはいえこの僕を傷つけるなんて。
そしてブラネ、生の執着者たるお前の役目も終わりだ。魂の牢獄で指をくわえて第二幕を感激するという。何しろ舞台はお前の故郷だからね。そして終幕、舞台はガイアを離れ、この手で奴を。ふふ、すべては僕の予想予定通り。なんだ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 。あらら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 。あ、死んじゃった。あらららららら。あらら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 。ブラネがやばい。ブラネが今やばい。うわー。うわ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 。うわお。やっちゃった。やっちゃったクジャが。バハムートがどうして召喚した人を攻撃したのかわからないけど。僕たちは脱出艇で浜辺に着いたブラネ女王を見つけた。ブラネ女王はほとんど動けない状態だった。だからもうすぐ止まるんだと思う。僕はクジャも大嫌いだけど、ブラネ女王も大嫌いだったから、こうなることを望んでいたくらいだったから、嬉しいことなのに。泣いてるお姉ちゃんを見てるとわからなくなってくる。僕もなんだか泣きたくなってくる。ガーネットの声がする。お母様、ガーネットはここにいます。ここです。もう私には何もない。空っぽだよ。あの気持ちが消えてしまった。お母様、懐かしい気分が。あの人とお前と芝居を見た時の。私は思う通りに来た。だからお前もお前の思う通りに行きなさい。ああ、僕たちはプラネ女王の脱出艇でアレクサンドリアに帰ることになった。お姉ちゃんのお母さんも乗せて。うん。姫様、こちらでございます。あ、スタイナーとベアトリックス。スタイナー、ベアトリックス。これが現実なら、現実とはなんとひどいものなのでしょう。私はまだ母の行ったことが事実なのだと思うことができません。姫様、それはすべて私の、いや、このスタイナーの力不足のせいであります。二人ともありがとう。これからはこのアレクサンドリアを背負っていかなくてはならない運命です。二人ともどうか私の至らないところをこれからも助けてくれませんか。当然であります。よい、ありがとう。よろしくお願いします。ダガーが大きに突っ込んだね。姫様、これはブラネ様の大好きなバラで作ったリースでございましてな。町の者が墓前に手向けてくれと持参したものであります。近年のブラネ様の様子は確かにおかしいところがございましたが、今でも国民には親しまれているようですな。お母様、私
立派な女王になってみせます。すごいいろんな複雑な気持ちやね。今回は結構揺れ動きましたね。ストーリーが すごく感動的やな。姫様、城に到着いたしましたぞ。トット先生、もう姫様とお呼びできるのもあとわずかですね。ほうほうほう、そうですな。即位された後は女王陛下とお呼びしなければいけませんな。さて、私は新女王陛下をお迎えするための準備に取り掛からなければなりません。ベアトリクス殿、スタイナー殿、手伝って差し上げていただけますかな。さあ、姫様、足元にお気をつけになって船からお降りくださいませ。トット先生、姫様、ご不安になるお気持ちは痛くお察し申し上げます。ですが、このトットがおそばにおりますので、どうか自信を持って王座にお望みくださいませ。ガーネット女王が誕生するまで残すところあと3日。感無量である。なあ、ジタン、久しぶりに会うたっていうのに元気ないやんか。どうしたんよな。一体何があったんすか。さしずめ、ダガとかいう女にでも振られたってところじゃねえか。図星みたいずら。なんかジタンらしくないな。ところでルビーよ。お前、小劇場を作ったって言ってなかったずら。小劇場か。そうやね。うちの芝居結構評判いいんやで。ちょうどいいじゃないか。みんなで見に行こうぜ。そうっすね。ほな、決まり。チタンは、なんか来てくれなさそうな雰囲気やね。まあ、ええわ。気が向いたら来てな。じゃあ行こう。みんなこっちやでー。あ、悪い。お？ビビじゃねえか。こんにちは。アレクサンドリア城の地下で会って以来だな。元気にしてたか？いろいろあったけど僕は元気にしているよ。フランクのお兄ちゃんはあれからどうしてたの？俺か？俺はよ、そうそう思い出した。お前たちを逃がした後大変だったんだぜ。スタイナーのおっさんとフライヤーっていうネズミ女と、それから何て言ったっけな、あのアレクサンドリアの女将軍ベアトリックスっす。そうそう、ベアトリックスってやつがボロボロになっててよ。俺とマーカスはそいつらを担いで城から抜け出すのがまた大変で。マーカス？兄貴、早く行かないとまたルビーが怒ってしまうっすよ。ルビーが？そりゃやばいな。悪いな、ビビ。また会おうぜ。で、ジタンのとこに行く前に、ちょっとセーブして終わろうかな。確かセーブの場所って、こっちだったと思う。この中に、あ、間違えた、間違えた。この中にいたよね、確か。あれ？何これ？入ったことない、ここ。入れるんや。いたいた。城に、ここに戻ってきたね。こうパート1のとこだね。めちゃめちゃ懐かしい。さっさ進めてたからさ。
いやー、本当に懐かしいな。上に登ったらさ、ここにさ、ビビとさ、パック王子で登ってさ、行ったんだよね。まだ行けんのかな？多分行けないでしょ。ロープを引いてみる。あ、あ、なんか落ちてきた。カバオくんが大切にしているアイロネートのカードで見れた。カバオくん、カバオくんの、カバオくんのカードめっちゃ落ちてきた。それじゃあ終わります。今回はね、結構いろいろ大変だったね。とりあえずプラネ女王が亡くなった。本当にちょっとなんか、あんなに憎たらしいやつだったのに、最後ダガと、その、旦那さんと、なんか芝居を見たことのことが最後にでも思い出せなくなったって言ってたけど、最後にそれが言葉が出てきて、そして、自分が思うように生きて、あんたも自分の思うように生きなさいって、お母さんらしいことを、最後に言ってくれた。で、本当に。そして、クジャが、なんていうの、バハムートをそそのかして、何らかの方法で、またどっかに行っちゃったっていう感じですね。次回、また、今度は次回はね、ビビが、だが、ジダンのとこに行って話しかけるところからやります。ありがとう。